はい、2020ベストオブミス滋賀ファイナリストの藤田セリカです。今日は私のことを知ってもらうために私の感動した話をしたいと思います。私は大学に入る前にどうしても行きたい大学があって1年間浪人をしてるんですけれど、結果は第一志望の大学に落ちてしまって、あまり本当は行きたくないなと思っていたようなところに行ったんですけど、初めは1年間の時間を無駄にしたなとか、やったことが間違いだったんじゃないかなっていうふうにすごい後悔したんですけど、そのことを報告にしに行った高校の先生がすごい心に残る言葉を言ってくださったので、それを紹介したいと思います。人間は一番第一志望とかが一番良かったっていうのは誰にも分からなくて、その結果が最善になるようにこれから努力することが大切だっていうふうに教えてくれました。それまでは結果が全てだと思っていたんですが、そうやって言っていただいたことで自分が頑張った過程が大事だったんだなって思えるようになりました。そのことをそういうふうに思えるようになったので、難しいこととか新しいことにもどんどん挑戦できるようになりました。今回の挑戦もそういうふうに考えながら頑張りたいと思います。よろしくお願いします。